陸上というところに来ております。ありがとうございます、はい、お許しされるという方がいらっしゃるそうで、はい、インタビューをしていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。フルネームで梅木しずかと申します。うるさいですけどね。月が濡れた濡れた安心感があって働かせていただいたというのが多いですね。大丈夫や、この言葉好きなんですよね。安心感が出ますよね。よろしくお願いします。じゃあそれぞれ自己紹介をお願いします。1946年生まれの大鹿由美子、現在75歳で本年中に76歳になります。坂本郁美です。施設長をさせていただいております。もう5年運か月が過ぎました。皆さんのおかげで毎日楽しく働かせていただいております。お願いします。6月の末に梅木さんが退職されるということで、こう施設内での梅木さんってどういう存在ですか？大事な方ですよ。個人的な話で申し訳ないんですけど、私が入所して最初に声かけていただいたのが梅木さん。それもにこやかな明るい顔で、いやよろしくね、大丈夫よってね声かけていただいて、ああ明るい人ね、大丈夫やな。そう続いて佐久間さんが、ここではね辞める人が少ないのよ、安心してねって言っていただいて、なるほどだから今でも梅木さんの声が聞こえると、あ今日いてると思って、私にとって梅木さんは梅木大明神と呼ばせてもらってます。私にとって全てがもう神様で、私らの次元とは違う、もう神棚の上にあげていつもお祭りしている、そういう存在です。梅木さんがいるととても明るい気持ちになって幸せな気持ちになります。そんな方です。百ちゃん、新しい西九条っていうのはどういう施設だと考えていらっしゃいますか？一人ずつちょっと食べてみればと思って、大鹿さんからコミュニケーションとかよく取れてて、何かがあったらすぐ伝わってくる。西九条私でも一つ一つ教えていただける。年齢とってますから、昔の情報がここにこびりついてて、それをしようとする時があります。そうすると若い人が、あ違うよこういう形でやってって言っていただくので、これはちょっとありがたい。毎日勉強だと思ってます。私にとって西九条は家族と思ってます。それぞれの方の個性はあるんですけれども、皆さんの長所を生かしていただいて、利用者様と関わっていただけるような、そんな家であり、アットホームな場所と思ってます。すごい家族っていう、すごい納得しちゃって、ね、なんかこう皆さんのこの掛け合いというか、うんね、掛け合いがもう姉妹です。いやもうだからみんなね、年いってるとか若いとかじゃなくて、みんなも好きなこと言ってるね。もうそれちゃうでとかね、ハマってとかね。まずリーダーとか呼ばないし、ちゃんと言わせていただいて、そう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 、役職名ではなく3で呼ばせていただくというところで、まあ、それも会社の方針ですけどね、もう堅苦しくならないようにっていうことですよね。そうですね。百ちゃん、エビとうなぎが、うなぎの皆様の前で、あらちゃんと握ってくれるんですね、はい、形だけですけど、あいえいえ、今ほらコロナでね、はいはい、お祭りとか出てなくて、うん、人も来てもらえてないので、うん、あそれは父の日、母の日を兼ねて楽しくイベント、いいですね、お祭りコロナの中の中での飲食のイベントいいですね、いうところで、はい、早くね、まあ、出入りができるね、人が集まっていただけるようになったらいいなと思ってます。皆さんお寿司ね、本当にお好きなの でしかも外から買うのではなくて、ね、作って、そうそう、楽しんでいただけたらいいかなと思いますね。はい、今からエビだけ入れる段取りしますね。かしこまりました。はい、買ってきたんちゃいますね。手作りで握り寿司を用意しました、はい、エビを握らせてもらいます。1個食べる、2個食べる、一つでまずは1個やな、はい、わさびをつけてたつもりでエビを、はい、
炊きます。ご飯は乗せます。はい、はい、月々3000円、あとお醤油また持ってきますね。それからうなぎもあるから楽しみにしてね。はい、失礼します。写真を撮って家族様にお知らせする。そうそうそう、ちょっと上向いて。ちゃん、最後の質問なんですけれども、まあ、これから介護の業界で働いてみたいとか、宿所で働きたいという方に向けて、どんな方に来ていただきたいですかね。入ってきたからにはそこの事業所のやり方を頭に入れて素直にそれに従ってほしいです。デモとか例とかなしだよという形で一応は取り込んでほしい。私はそうしてきました。何か言われてもそうなんだ、うんうん、後で考えてみるとやっぱり理由があってそう言われる、その前の段階があって言われるということに気がついてきたので、最初は素直に先輩に言うことを聞きましょうという形 で入ってきたならば、ご利用様のお話も傾聴しましょう。お話ししたくてうずうずしていらっしゃる方ばっかりなんで、それがためにやっぱし廊下を行ったり来たりとかね、こちらの方のカウンターを眺めていらっしゃったりされることが多々あるので、なるべく目線があったらお話を聞きましょう、仲良しとか問いかけるようにはしていけるような人が私たちは望んでいます。私 PR しますね、初心者の方 OK、 そしてやっぱりアットホームなので安心して入ってきてください。家族の一員としてお迎えさせていただきますので、ただ条件があります。人柄重視ですので、人柄のいい方しか来れませんし来ておりませんので、どうぞご縁がある方はどしどし、お声掛けください。待ってまーす。はいはい、広告ね、広告ね、広告、はい、ありがとうございます。もう楽しく働きましょう。そうです、それだけよね。毎日来るのは楽しい。そう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 、それが一番。そうそう、だって家でおるんと一緒でね、まあ利用者さんも家で暮らすようにっていうことなんだけど、私たちももうあとホームでわけありあいとね、うん、楽しくやっていきましょう。お願いします。100ちゃん、はい、ということで今回ご招待される梅木さんと、はい、スタッフの石方と、はい、蟹瀬さんの中本さんに、はい、インタビューをさせていただきました。あ、楽しかったね。やばいね、もうずっとわちゃわちゃしてたからこれはもう編集がもうどうしよう、撮れたかも、撮れたかもさ関係性がもう もうね、家族やもんね、ね、うん、一人一人の方の、うんうん、人柄もそうなんですけど、うんうんうん、それがご利用者さんにも伝染してじゃないですか、ね、本当にみんなでこう、ほのぼのしてたしてたしてた、そうそうそう、でちょうどなんか今日、ね、イベントもやってて、ね、やばい、よかったよかったということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。新卒の方で20歳から、まあ、うんじゅううんさいの大鹿さんまで皆さん、わきあいあいと働いていくことができる。